おーい,いや最近のパララインの購入品紹介ですはいなんか特にブラインド商品とかはないんでこう開放動画みたいな感じではないんですけどまあこれ買っよっていうのをみんなに教えたいと思いますまあまず アニメーターでね、以前頼んでいました、ブライカンのクリアファイル。これがね、クリアファイルとマスクケースかながセットになった商品。こちらの商品を購入しました。ちょっとね、見てみると、ちょっと顔違うよね。気のせい ビジョンは一緒かなんかね微笑んでるって感じかっこいいでもビジュアルがめちゃくちゃかっこいいってなって買いましたかっこよくないですかちょっと今日ねあの急遽スマホのスタンドスマホがガチってホールドするやつがあのぶち壊れたから ちょっと、机の上に置いて固定してます。あ、これ動かせばいい。こんな感じ。ほい。こんな感じです。これが届きました。<laughs> <laughs> あっあっあっ。ごめんなさーい,い。じゃあ次。まあそれ、この、この絵のアクスタ。 ビジュアルはね超好きだったあ映ってる <laughs> っていう感じでかっこよくないですかビジュアル神だと思って買いましたあまりねブライカン推しではないんですけどほんとにビジュアルがいいなと思ってこれなんだろう全然 片木横がないんだけどトレフォトスペシャルバージョンって書いてあるあ全然綺麗に開けれないんだけどやばーあ何なんか大層なもんに入っとるべよいスポンあっかっこよすぎ「よ <laughs> っしゃ」って書いてある「よっしゃー」「よっしゃー」 エアシャだっけ,だっけあ、ここだ。うわ。シューラー。シューラー。ビジュアル超良くないっすかかっこいいってなって買いました。いいね。買ってよかった。なんかちょっと買ったこと後悔してたんですよ。なんか、推しじゃないし。 曲も別にめちゃくちゃ好きーみたいなもうベイの曲ほどめちゃくちゃ好きーってなるわけじゃないからなんか買っちゃったーってなってたんですけど届くってなった時にねでも今見てあ買ってよかったって思ったシンプル本当にビジュアル良すぎだよなって感じですよね伝説のビジュアルあとね 今日ね、届いた、これが、これ、バン。ステッカーえっ、ー、と、全チームのステッカーセット。そういえばこんなの買ってたなぁと思って <laughs> 思い出しました。ね、特にあのー、メンバーは映ってないんですけど、そのー、新ビジュアルの背景の おえって感じですね。お、お絵え。なんえ、ピクチャーですね。個人的に好きなのは、ベイとコズメズあとはビスティかな。やっぱりちょっとカラフルなものが好きなので、この三つが好き。 ね、ワンメイトとか結構シンプルでいいと思うんですけど、いやー、コズメ図かなが一番好きかな。うん。っていう感じの動画でした。あの、ほんとに。あ、皆さんあの、オイラ、当たったで。あれ。ドープショー2。当たったで。参戦予定です。あの、4公演全部行く。ははは。 友達と4声全部行きまーす。楽しみ、超楽しみ。で、まだね、あのー、あっち。パラ、ステ、あ、違う、えあ、違う。違う。待って。脳がおかしくなってる。ドープショーはまだだよ。ドープショーは、ドープショー2は、あれだよね。3月30の、その、末に発売するアルバムの、 が一番最速の選考だよね。間違えたらごめんなさい。えっと、あっち、あっちです。えー、っと、パラステのライブ。うん。パラドックスライブオンステ、オンザステージの舞台の方の、あの、お歌を歌うライブは、あの、4公演全部参加することになりました。うーん、アメリた。当たった。 ねいい席だといいなと思いながら、信じてる。あの、ファンクラブのやつだから、信じてる。うん。ねドクションもね、ツうね、行きたいので、全公演行きたい。買わなきゃ。アルバムは、えっとね、僕はね、アニメイトじゃないところで頼みました。あれああ、うん。そう、アニメイトじゃないところ。でもなんかアニメイトって、こう、 発売ってなると、いろいろ、内円ごとに、一枚、こう、なんとかフォトプレゼント、ブロマイドプレゼントとかあるから、それだったら嫌だなぁと思いながら、この前のパラステがそうだったんですよね。千円ごとにもらえるみたいな。ええーみたいな。ええーってなるよね、マジで。う、えーん。ちょっと後悔してます。大丈夫かな 期待、ないことを祈る。って感じですね。はい。あの、ぐだぐだしてましたが、ぐだぐだしてますが、まあ、こう、こういう動画がたまにはあることは、いいんではなかろうが、なかろうか。ちょっとね、花粉症で、鼻が詰まってます。皆さんも、花粉症には十分お気をつけようはい。ってな感じで、ぬるっと終わります。バイバイ。